どうも、しょうやです。ちゅうことでまた続きやっていきたいと思います。エイリアンアイソレーション。もうちょっとでクリアできんじゃないのこれ。なんかね、エイリアンもいなくなったことだし、なんか最終のところにたどり着けそうな感じがするんだけど、もうちょっとあるのかな？このアイテムのね、あり方といいね、なんか最終決戦が近いように感じるんですけど、これは何？見たんだっけ、もう。もう見たんだよね、これね。そうだよね。OKOK。じゃあ、ここでどうするの？なんか地図があるのかな、これ。四角いマークはなんかね、アイテムがありますよってマークだった。あったあった。コレクトタグか。それで、ファインドサミュエル。サミュエルさっき、ダクトの中から見えたんですよね。ちゅうことでですね、メディキットはもう持ってる。さっきなんか暴走してたんですよね、そういえばね。あれはいいのかな、あのままで。なんかラグいぞ。出てきた出てきた燃えてるよ。大丈夫なのこれ。倒してくれんのこれ。あ、倒してくれてない。ちょっと待って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 待ちたまえ待ちたまえ待ちたまえ。ちょっとまずいぞ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 。ショットガンにするか。うわ、すげえ入ってきたんだけど。ほらほらほら、ちょっと何匹か倒しておかないと。ちょっとここは詰まるみたい。もういない？あ、よかったよかった。炎でダメージをだいぶ与えてたみたいだね。2発で死ぬ。頭に当てるのすごい難しいですよ。よいしょ。はい、オッケー。よかった。武器が手に入ってたおかげで助かりましたね、ちょっと。あ、キーカード持ってるって。こいつらのうちの一人が持ってるかもしれないってことだから、多分調べろってこと？持ってない。持ってない。持ってたー。なんて予想、勘のいいの、リプリーさんは。ってことで、これは良かったんだね。これはこれで。じゃあ次に進みたいと思います。炎に強いんだね、結構ね。耐性あるんですね。さて。またエレクトリファイドされたドアがあって、またセーブか。ちょっと待って、その前にちょっと調べていきたい。ああ、こいつか。ゲームクリップは録音しなくていいんだよ。君はなんかユタニコーポレーションに所属してますみたいな。あれ、でもシーグソンじゃないの？もうよくわかんないけど、これちょっととりあえずターンオフして、そしたらセーブしようかな。首も一緒に動かしちゃうっていうね。フォローサミュエルズ。サミュエル見つけるんじゃないの？あ、ここに、あ、そこから見てたんだ。あ、そうだよね。こいつぶっ倒したんだもんね。じゃあ、とりあえずそこで一回セーブしようか。Find Samuels Sigson Synthetics は今クリアしたところでしょ？ OKOKOK。じゃあとりあえずセーブさせてください。やっぱこまめにね、セーブしておけば戻されることも少なくなって。シーグソンシンセティクスって言ってるんで、このエレベーターではないのかな。センセティクスリクラメーションで回収パーツ再生機。でもなんか方向としては向こうなんですよね。まだ行ってない場所があるってことか。また待たなきゃいけないけ？でもこれ動いてないな。何が足りないって。ロックダウンされてるって。ふーむ。ということはエレベーターに乗っていかなきゃいけないのかな。アポロセキュアトランジットって、ここでやることはないもんね。これがどこに繋がっているのかだよね。このケーブルが。このケーブルがここに繋がってるってことは、これに乗らなきゃいけないんじゃないの？ To Android Orientation。 そうなのかな？ちょっとわかんないけど、マップが
違う回のあれを示してるのかな。ショットガンの方が使いやすいからショットガンにしてますけど、多分炎に、あの見た感じだとね、炎に結構耐性がありそうなんで、彼らどっちが開くの。そしてリロードが、リロード4発しか入らないのね。これでいいの。あ、合ってるみたいだね。でもなんかまたマークが出てるよ、上じゃないのかな。びっくりマークが出てるんですけど、これって前来たとこじゃないの。あー、前もあったよね、でっかいメインプロセッサーみたいなね。パワーフェイラー、マルファンクションっていうのは動かないってことね。何プリ、なんでもないわって。うん、このステーションがねぶっ壊れてかけてるのよって言って、クライムアップ。あ、こうやっていくのね。オッケーオッケーオッケー。ここでは敵はまさか出てこないだろう。これでどうすればいいの。あ、いやいやいや、ちょそれダメだろうね、クラッチャー。なんかこんがり焼かれてしまいましたね。ちょっと一回待ちます。ちょっと待って、ここではアイテム使えないみたいなんで、ちょっとこれが引くのを待って、早く、よし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 。で、そこではいつ出てくるの。出てこないのかな、この先。あ、ここに乗れって。ジャンプダウン。おお、なんか大げさなような気もするが、まあいいだろう。よし、とりあえず回復しておきましょう。クライムアップ。で、次はこっち行くのね。なんか下に降りればいいだけなんじゃないのこれ。また湯気。あれ、やばい、また食らう。あぶねえ。すいません、ちったらしてて申し訳ない。なんかね、早くは動けないみたいなので、これ以上の速度で、まあ、飛び降りられそうな気がするけどね。ジャンプ。おお、やるね、リプリー。ああいうのやると膝とか顔面を打ちそう。壁にバチコーンって当たって。パワーフェイヤー。アイテムはないね。目的地は向こうのようでございます。合ってるんだね。いやー、なんか出てきそう。音楽がね、それを物語ってますね。暗くなっちゃったよ。大丈夫なんかいな。エイリアンはいないから、見つかっても落ち着いて対処はできるんですけどね。センサー、これはテープか。スペリング、アンドロイドプロセッシングのステップスペリングだと。問題が発生した。ホワイトオンレッドカジュアリティオンステーション、なんか誰か死傷者が出たって言ってますね。アンドロイドレポートをもらっている。ヘッドトラウマっていうのは、頭部に外傷を持ったなんか人が出たっていうリポートもらった。彼は、血に覆われていてどうたらこうたらって、多分やられたんでしょうね。アンドロイドにやられた、そのあれを報告を受けてるリポートですね。でセーブして、ちょっと調べさせてください。これは、ここには特に何、なんかここが光ってるな、なんで。ただ、光源バグ的な。大丈夫みたいですね。じゃあ、インプラントワードっていうのは修理室って訳してるけど、まあ、そのもんか。よいしょ。日本人も手伝ってるんですかね。まあ、ラーメンっていう書き方を見てわざとやってるとは思えないんだけど。日本語の勉強を してる人を使ったのかな、訳しに。これ修理室か。カメラがある。これ動き出すんちゃうかい。これ絶対そうだよね。
あれに反応するとむくって起き上がる系か、多分。とりあえずそっと行って、これでカメラ切っときましょう。え？ちょっと早く離れて。来たー！来たー！ちょっと待て待て。ちょっと待って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 。ちょっと外しまくり。ちょっと弾切れたー。お前はちょっと待てよ。スタンバトン。スタンバトンにしたのに俺。ちょっと、まずいまずい。まずい、変えられない。変えられない。ちょっと積み込まれた。どうすりゃいいんだこれ。無理だよこんなの。どうすりゃいいのこれ。なんか知らないから投げる。フラッシュバンで逃げるか。フラッシュバン、フラッシュバン、フラッシュバン、フラッシュバン投げた。効果ねえ、はめられてる。どうすりゃいいんだよこれ。ちょっと待てよお前。スタンバトンに切り替えさせてくれよ。スタンバトン切り替えられない。ここじゃひどいよこれ。ちょっとどうやって抜け出せばいいの。パイプボム、ほら投げられないし、もうどうしようもないですよこれ。どうしようもない。はめられたよ。ちょっと参ったな。なんか動いてるやつがいたみたいですね。で全員起きてきちゃったみたいです。完全にもう何もできない状態にさせられちゃった。じゃどうしようかなこれ。おい、なんか見つかっちゃうのかな、あそこに行くと。アイテム使わせてくれないっていうのがいいですね。また EMP マインを使う。どうしようかな。ちょっと作戦を練ってから行かないと。これでなるべく、あの狭い部屋で戦いたくないんですよね。できれば一人ずつ戦いたいんですけど、あえて見つけて、あえてバレて後ろに下がりながら戦う。どうしようかな。ちょっと考えます。パイプ部は1個しかないし、フラッシュバンも効いてなかったので、ノイズメーカーなんて持ってるのかだし、スタンバトンだとね、大量に来られるともう どうしようもないと思うので、やっぱりそうだよね、 EMP とかで起動を止めるしかないかな。あえてバレてからの、バレてからのこれを投げる。え、これ設置するって書いてあったんだけど、ちょっと話が違うんだけど。ちょ来いよ。なんか落ちちゃった。変なとこに。あれ来ないのかな。多分来るだろう。来い。いた。 EMP マインが効いてるのかな。よいしょ。よし、これで落ち着いてショットガンに変えて倒した。2体同時に倒せたぞ。ちょっと EMP 前無駄に使っちゃったのが問題だったか。ストレンジってまだ生きてるやついますね。痛い。いやこれはまた EMP 前の出番じゃないの。ほんやろ。あ、生きてるやつ出てきちゃった。ほら。リロード。ちょっと待て。スタンバトン。忙しい。ほら。オッケー。リロードしとこうか。これ大変だな、これ。あれ？わあ、やめて。ちょっと待て。倒した？オッケー。そいつをとりあえず。ビチビチさせておいて、からのタコ殴り作戦。オッケー。もういいよいいよ、そいつはいいよ、ほっといて。あーいやっぱスタンバットでダメか。ほんでろ。よし、なんとかしろいだぞ。よし。あーこりゃ大変だの。EMP 前もすべて使ってしまった。あと頼りになるのはパイプボムぐらい。
で、まだ1体起きてるやつがいるんだけど、あいつは寝たっぱなしなのかな。スタンバトンがやっぱり強いですけど、1対1じゃないと倒しきれないですね。ちょっとこっちまで伸びてくるのか。早くあっち行ってくれよ。でもこれもう関係ないのかな。何をチェックしてんの。もうランダム性がいいですね。またまさかあんないっぱい出てくると思わなかったからな、最初は。とりあえずカメラフィード切って、これまた来たらもう俺泣いちゃうよ、これ。大パニックですよね。ちょっと作れないか検討しましょう。あ、作れる。よしよしよし。ちょっと一応こっち向いて。またこういうところで作ってるとね、またはめられることになるからね。あ、作れる。よし。あともう一個ぐらいいける?もう無理か。EMP マインは結構要なんだけどね。ダメか。作れないか。とりあえず作っておくだけ作っておくのと、モロトフとかも効果あんのかな?これもダメみたいですね。ノイズメーカーなんてもう持ってのほかだし、パイプもモトロフ、モロトフで行ってみる。オープンベンド、ベントでもいける。ベントの中ちょっとどうつながってるのかだけ地図を開けておきますね。あれ、なんかお亡くなりになってる人がいるだけ。でも何もアイテム持ってないみたいだね。なんかアイテム持ってないの?こんなとこにいるんだから隠れられたのかな?それだけ?え、なんかいない?自分の足跡だったみたい。ちょっと待って、パイプボームに切り替えるか。ショットガンもあと2発しかないもんね。パイプボムなんか、え、またあんの?ちょっともう無理だよ、あんな戦闘は。持ってるもの全部使っちゃったくらいの勢いなんだから。ちょっともう今度はバレてはいけないね。すいません、ちょっとビビりで申し訳ないけどセーブしていきますもう戦闘は避けたいところ。もうセーブできないって話。そんな、あ、できるじゃない。よし、 OK。 とりあえず第1ステージはクリアしたからね。さあ行くぞー。あの監視カメラを逃れられるか。ささっと逃れて、アクセスリワイヤー、安全を確認してからやった方がいいかな。これもカメラフィードを止める。これもね、すぐ離れられないんですよね。さっきもそうだったけど。で、チャージパックを取る。またベントがある。入ってみようか。とりあえずこれはどこに繋がってんの。ベントの地図がないですね。お?なんか行けるみたいだぞ。まさか行き止まりってことはない、なかろうて。でもね、これ、ベントから出るのが怖いんですよね。安全地帯とはいえ。なんかあ、カメラがあるね、上に。待ちたまえ。なんか嫌な予感がしてきたんだけど。やはり行き止まりなのか。行き止まりじゃなかった?あ、上がれるとこある。よしよしよし。また安全を確認したいところだけどね。ここはどこ?なんか他の部屋に出たみたいだね。フレアなんていらんよ。いらん。なんかチェスで遊んでたのね。
アクセスリワイヤーあそこにあるのね。とりあえずいないみたいだからまたバレなければ大丈夫な感じか。さっきの一期生に大きい出しちゃったからね、困っちゃったけど、とりあえず止めておこう。ふぅ、カメラフィードを止める。これもね、すぐ離させてくんないんですよね。やめてよねっていうね。ここでもつかなきゃいけないの。 OK、 わかったよ。まずこれでしょ。これね、はい。お、ピコーンって言ったよ。あれサミュエル？サミュエルだけどさ、悪い人なんじゃないの？投げる準備。でも何もしてこなさそう。リプレイ、あ、生きててよかったって。なるほど。なんかセキュリティシステムがあるから、なんかやっぱりシグソンの偉い人しか繋げられないみたいな。なんかアポロにします。今からするってさ。なんかするんだって。入れてよ、とりあえず。リストアダパワー。なんかやっぱりダメみたい。こっちから行くのかな？あそこにサミュエルがいるってことは、敵はいないのかな？あれがアポロなのかな？なんかね、アポロに接続してどうのこうの言ってたんで、多分、なんか、アポロと直接通話するみたいな感じなのかな？リストアパワー。真っ暗じゃの。特に何もないみたいな。リフォーマットチャンバーを使うって。それが残された道。一つの道。すべてのここら辺のパワーをね、使ってアクセスするために今電力を集めてるって言ってますね。ちゅうことは、ここら辺が全部パワーが落ちてるのはそのせいってことですね。特に何もないみたいだ。ねえ。なんか一周してきただけ？あ、こういう一本道になってるのね。ちょっとセーブさせてください。てかもういい時間かな？いや、もうちょっと進めるはず。よいしょ。激しい戦闘でちょっとトイレに行きたくなりました。ちょっと待っててください。さて、戻ってまいりました。じゃあ続きをやっていきましょう。すごいね、なんかギョギョしい雰囲気だこと。それは危険すぎる。危険すぎるけどって幸運を祈っててくれって言ってますね。この人が直接あの MRI みたいな機械でコンタクトするの？でもこの人人間だよね。リフォーマットチェンバーっていうのは多分アンドロイドのためのものだと思うんですけど、あ、吸い込まれていったアポロコネクションイニシエイト。いや、ちゃんと言ってるね。アポロ、インフェクションってね、その感染はもうなくなった。生物もいないから、やめてくれって、その、アポロが俺を弾いてる。トラブルだ。それはね、アポロがね、この干渉を避けようとしてるって。ディスコネクトシステム、手動でね、マニュアルをどうすんの？なんか、ディスコネクトするって。正確なオーダーでその順序でやらないと大変なことになるって。シグソンシステムにアクセス中。リムーブザレッドケーブル。レッドワオ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 。これなんか赤っぽいよ。これかターンオフ。ごめんね、のんびりしててサミュエル頑張って。赤やったよ。ブルーケーブル、ブルーはこれか。こっちにつながって見づらいな、ここね。はいよ。でこっちにやって一応上がり。まだ死ぬな。敵が出てくるのかな。な、次は何だって。なんかね、アクセスに困った。なるほど、アプロが難しくしてて何を切ればいいか分からないって。まだ何？
何が起きてる？リプリー、エマージェンシーライトが点灯しちゃって、ケーブルの色が分からない、まあ、直接指示してって。ウォールソケット、アップターンだ、反対側向いたアームがあるって。あ、これね、あ、これじゃない、オッケーオッケー、壁側にあるっていうか、これしかない。はい、いいよ、ほいさ、もう2つもあんの、まだフロアパネル、ゼシビディアクティブ、アンドロイドがいる、あ、これか、アンドロイドが隣に寝てるって。よし、はい、さっさ、敵が出てこないのが幸せだねはい、終わり、もう一つだよ、ラスト1個はこれ、これね、はい、いいよ、はい、終わり、終わりましたよ。サミルさん大丈夫？サミルさん止まったんだけど出てこないんですか？おうおうおう、出てきた出てきた、よかったね、なんとか生き残ったんじゃん。あれ、ダメ？おお、 You are dying だって。え？本当の人生を送ったように話してくれたな、ありがとうって。ロボだったの？アポロのトランジットがオープンだから、コアに入ったらちゃんと話してくれるだろうって。アマンダ・リプリーにクロージャーって、そのけじめをつけたかったんだって言って。え？やっぱりロボットだったのかな？アクチュアルライフがあったように生き返してくれる。人間じゃなかったのかもしれないですね、もしかしたら。リカルドいたら取ってって。あ、いた。サミュエルは死んだって。アポロトランジットを開けてくれたんだって言ってますけど。プライベートトランジットというアポロコア。アポロのね、そのコアに行くための道が今、なんかこの人がやってくれたおかげで開いたみたいなんですよね。ここは？ここは何これ？ここはさっき来たとこか。じゃあこれ道順に戻っていけばいいのかな？そうだよね。セーブしておきたいけど、また最後にセーブポイントがあるから。いやー、なんか敵でできそうな気がするんだけどな。大丈夫？え？I can help you だって。アンドロイド歩いてる、どっか。出てきてくれないと助けられないよーとか言ってる人がいるよ。なんか一匹みたいだから、スタンバトンで。どこにいるの？ I'm sure there's someone else だって。誰か絶対どっかにいるはずだって。興味深いとか言ってる。ここじゃない。なんだなんだなんだ、どこにいんの、反応がないんだけど。お、あの奥にいるんだ。あ、いた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 、一匹だけだったら別に大丈夫なんだけど。おい、オッケー、よしよしよし、スタンバトンの電量も欲しいところ、オッケー。一匹だけだったらね、とりあえず特に問題はないんですけど、大量に攻めてこられるとちょっと辛いですね。大丈夫みたいですね。OK。ここちょっと山場だったな。難しかったな、なかなか。よし。セーブ。ということで今回はこの辺りで、やめていきたいと思います。はぁ、すげえ怖かった。ってことでまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。